シドニー国際空港地上衝突事故は1971年1月29日に発生した航空事故。離陸滑走中のシドニー国際空港発パース空港行きのトランスオーストラリア航空592便が滑走路上にいた CBA301 便に衝突した。301便は直前にバンクーバー国際空港から到着し、本来なら 滑走路から退去していたはずだが、完成からの指示を誤解して、滑走路上に止まっていた。301便の垂直尾翼に592便の機体中央部と着陸装置が衝突し、592便は油圧系統を一つを失ったものの、緊急着陸に成功した。両機の乗員乗客240人に怪我はなかった。トランスオーストラリア航空592便の 機材であったボーイング727から76は1964年に初飛行を行っていた。事故により機体中央部に損傷を負ったものの修理され運用に復帰した。CP a r 301便の機材であったダグラス DC-8 から63は1968年に初飛行を行っていた。事故により 垂直尾翼の上部に損傷を負ったものの修理され運用に復帰した。現地時間21時29分にトランスオーストラリア航空592便は滑走路16までのタキシング許可を管制官から受けた。一方で21時30分20秒、CP a ア301便が滑走路16への計器着陸侵入を許可され、乗員は アウターマーカーで再度報告するよう指示された。301便は着陸を許可され、592便は誘導路で待機していた。301便が滑走路の橋を通過したことを確認し、592便のパイロットは滑走路16に進入し待機した。着陸した301便が滑走路の終端に近づくと管制官は誘導路を右折し、 121.7で更新せよと伝えた。しかし、301便はその場で右旋回し、滑走路上を592便の方向へ直進し、誘導路ティートの交差点で停止してしまった。管制官は301便が旋回を終了したことを指認し、592便に離陸許可を出した。301便のパイロットたちは、地上管制官と更新するため、 周波数を121.7に切り替えており、592便に離陸許可が出されたことに気づかなかった。しばらくして301便の機長が着陸島が接近してくるのに気づき、水力を上げ、滑走路から出ようとした。一方、592便のパイロットは離陸速度の131ノットに達するまで301便に気づかなかった。機長は離陸を中断するには、 距離が近すぎると判断し、オーバーローテーションに注意しながら離陸を継続した。離陸時に592便の主客と胴体中央部の右下側が301便の垂直尾翼上部に衝突した。301便のパイロットは衝突があったという報告は受けたものの大きな振動などがなかったため中期場へ向かった。592便は衝突により 油圧を位置系統を失ったものの22時16分、滑走路16への緊急着陸に成功した。報告書では301便のパイロットが管制官からの指示を誤解したことが原因とした。また、管制官や592便のパイロットもそれに気づかず衝突を避ける手段を取ることができなかったと述べた。ありがとうございます。